皆さん、こんにちは。淡井圭介です。本日2024年、3月の19日、14時16分。今日もちょっとコンディションが悪くて。ホームページは淡井圭介の日記の1番から見てもらったらわかります。いろいろその絡まれて、で、通報をどれぐらいしているのか、で、警察の方も頑張って対応してくれてる人は対応してくれてるんですけども、通りでテレビ局が止まったりしたのはもうわかるでしょう。で、それよりも、こちらのメッセージは、ホームページ淡井圭介の履歴の、その YouTube 一覧表というものがありまして、そちらの方からでも、ホームページ淡井圭介の履歴からでも、こう、アクセスできるようにしたのが、この、緑色の色になってるところなんですけど、読みますね。行政や建設、建築でも土木でも同じ、閉じ、しでかしたこと、廃墟などの群れ、本当は金属回収地点、先に覚えるのはエネルギーの残存量問題、石油やガス、石炭ウラン鉱のこと、閉じる。こちらにアクセスしていただいたら、撮影して回って、てくれてる人たちで、出られてる方は多分昔フルーツラバークのバーベキューコーナーに働きに来ていたナスっていうものだと思うんです。最初の方ね、別の人が撮影してたかもしれないですよ。だからちょっとその辺のところよくわからないのと、あとその人が昔ガチンコファイトクラブの網野選手でした。ちょっと僕もよくわからないです。見ていて。ボクシング関係の人たちなんじゃないかなと思うんですけども。そのナスというものも髪の毛、昔は染めてたんですけども、髪の毛染めないで、行動してくれてたんですが、ちょっとね、その点はダメだよっていうようなところはありました。それは入浴シーンとか、それはもう絶対なし。一応そこの欄ってね、金属回収地点ではあるんですけども、その人たちが撮影してくれてるところ、もともとテレビ局の局員として撮影したのかちょっと詳しいことはわからないんですけども、かなり多くの、人たちが撮影、多くの地点を撮影しに行ってくれてます、日本全国に。もともと資金力がなかったらできないと思うんで、そのボクシング業界がお金を出してたんですか。もともとは NTT ドコモなんですかね、この間の、有料番組での放送等を見ると。で、そこの欄は、だんだん増えていきます。かなりいろんなところを撮影しに行ってくれてるんで、で、こちらは、佳子さまが覚えなければならないことの欄のところからもアクセスできるようにしてるんですけども、悠仁さまに、教えることっていうところで、エネルギーの残存量問題は大丈夫だと思うんですけども、その、どれぐらい、老朽化した家屋は放置されているのかっていう部分。で、あとすると、行政がお金を動かして余分な建物をどれだけ建てたかっていう、そのリゾートホテルとか、そういうことです。それをしっかりと、覚えてもらわなかったら、悠仁さまも騙されると。昔起こった SD カードでそういうことは伝えてるんですけども、それは高島彩経由だから、本当に、皇室の人たちに伝わってるかどうかわかりません。で、ここに載せてるのはごく一部なんですよ。で、あとはその金属回収地点ではないんですけども、そのショッピングモールというものを作って、ガラガラ、どこもかしこも、神戸市でいうと長田区だったり、もともと新神戸オリエンタルホテルの、下にあった、複合施設、テナントとかが出店するようなところなんですけども、軒並み、ほとんどのところは閉鎖。当たり前です。三宮の中心地、あれだけ店いっぱいあって、そんなにみんな買いに行くものなんかありません。普段買いに行くものって言ったらスーパーマーケットぐらいです。その一日は靴の底なくなる人なんかいないでしょう。やっぱり、早くても大体1ヶ月ぐらいじゃないですか。肉体労働者の人たちとかで。丈夫な靴底を本当に走り回ってる人たちとかだったら、1ヶ月で靴底は、こう、すり減ってなくなって、新しく買いに行かなきゃならなかったりだとか。
上着なんかなかなかね、その破れるものじゃないですからね、何十年か着てですからね。で、まあその廃墟関係のところを撮影に行ってくれる、まあそのナスっていうもの、まあ僕の後輩なんですけどあのちょっとね、あの彼とあの本当それはね、あの電波云々とかじゃなくて本当にたまたまだったんですけど、神戸市北区のあの出張所のビル、岡場駅の、左手の北新ビルのところ、あそこであの受付のところにね、住民評価原稿席等を、まあ買いに行ったか引き出しに行ったか、その時にガツンという音をさせてしまったんですよ、僕の方はね。これね、見てもらったら分かると思うんですけども、あちらが例えば区役所の人たちのね、カウンターだったとしましょう。じゃあ足元がこういう風な形になっていて、金属でできてるんですよ。だから座る時ね、普通にここ、普通はちょっと空間空けてるものなんですよ。普通に座っただけで足が、つま先が当たってあれだけの音が出たんですよ。もう結構ものすごい音したから、そのまあ住民票とか出すフロアの一室なんですけど、一つの部屋ですよ。一つの部屋といっても結構広い、その奥の方までしっかり聞こえるぐらいの大きな音出たから。で、隣に座ってたのがナスなんですよ。これフルーツラーパークのバーベキューコーナーで、僕とナスともう一人、また別の人間、もしくは僕の先輩かもしれない、まだそれでも髪の毛染めてたらお前の方から教えたったってくれとか、西本さんっていいと思い出せます、髪の毛染めてない人で、まあその人もオートバイに乗ってた方の人で、まあどこに住んでたかは後で分かりました。別に僕とトラブルになってるわけじゃないですよ。まあその人も仕事の絶対数が少ないことに気づいた方です。で、後からバイク買ったことに、オートバイ買ったことに後悔した方。いや、そのね、その人も髪の毛染めてなかったでしょ。フルスラパークのバーベキューコーナーで髪の毛染めてる側とそうじゃない側でもう分裂してたんですよ、ある程度で。で、そこで、なす思い出した、その教えたってぐらいのところで、威嚇行為で教える気なんか全然ない、ちゃんと文章にしておこう。で、これ、だから僕も最初ね、最初、だから20歳ぐらいの頃に、一時期、僕のホームページを作ってくれた人たちがいたんですよ。で、自分ではある程度打ち込んでいたと思うんですよ。だけども、その、多分ね、フルーツラパークの、その、事務所のパソコンを使ってだと思うんですよ、通信料。結局、そういう話になって、いや、これ、自分で撮影にしにって、これ、時間給出るんですかって、いや、今のところ、そんな予定ないんだけどって。いや、それこそ君の方でそういう人たちに会ったんだったらって、まあその皇室の人たちとかね、その当時の大臣の人たち。いや、それこそ、いやもう、死因の方ではって、君も今仮設住宅暮らしとかだから、か、もしくは仮設住宅から引っ越してきた後とかだから、まあ、よくわかってると思うけど、まあ神戸市こんな状態だし、お金があって地方交付税法とかあんねやんか、って、こういう話になってたんですね。で、ホームページで、まあ、ちょこちょこっといろいろ書いてたと思うんですけども、うん。で、まあ、それから、結局、自分のパソコンだったものが、弟のパソコンに変わって、弟が大学行くって言うから、僕が言ってしまったんですよ。大学行っとかんかったら、やっぱり肩書き社会の部分があるから、行けるんだったら行った方がいいって言っちゃったんですよ。今考えたら、大学なんか全然行かなくてよかった方。社会にご迷惑かけるだけ。まあ、これは佳子さまたちへのメッセージでもあるんですけども、その動画撮影しに行ってくれてるね、まあ、最近の喫緊の動画を見ていただいたら、髪の毛の色が、染めてない黒髪になってるんですよね。で、まあ、いろんな僕のことを聞いたりとか、僕のホームページとかを見たりして、やっぱりもう髪の毛染めるのやめとこうと、まあ、そういうふうに改善してくれたんじゃないかなと思うのが一つと、そのもしかして動画の出し入れかなとかとも思ったりもします。動画の出し入れだったら、まあ、いつ撮影に行ったんだろうなとかっていうのは、テレビでもその和歌山県のね、その例えば総工事400億円っ
まあ、表記されてますけども、あのとあるリゾートホテル、もともと美術館でっていうところ、まあ、あそこはフルーツラーパークでもそういう話を聞いていましたし、で、まあ、総工費400億円はないですけど、フルーツラーパークで総工費が299億、何千万なんですよ。300億円以内で作れって言われて、299億何千万かの建物を作ってきたんですよ、建築業界の人たちが。ずっと不良再建ずっと再建放棄、神戸市の方が。やっぱり変でしょ。あの時のバーベキューコーナーの売り上げとか、大社売り上げ出してたからみんなボーナスもらいました。だから僕たち本当は住居手当とか扶養手当もらわなきゃおかしかった立場。もうそこそこ、まあフルーツアパークのバーベキューコーナーって、例えば週5日の勤務とか、まあ僕は多い月で1月220時間ぐらい働かせてもらって、240時間あったかもしれないですね、1月ぐらいは、夏場とか。結構僕、朝から夜まで、夜の終わりまでいた日結構あったでしょ。だから、あ、まあ、証言者お互いのみたいな形にあ、ちゃんと民法あるある、最初から債権放棄ができませんってなってるから、民法で金利年5分、民法の方だと、商法だったら年6分。そこはもうどうなってるのか分かんないですが、その屋号の人たちまでどうなってるのか。だからその当時の契約だから、まあ普通にアルバイトとして働きに来てたと思うから、そのナス君はね、だから、いや、その名前まで決めてた、僕もお手上げだから、そのあの後そのサンダの方でナスっていうスポーツジムできたの。だから別にそれは彼のせいじゃないはずなんですよ、だと思いますよ。ナスっていうそのスポーツクラブを経営していた。だその当時が僕は二十歳ぐらいの頃だったから、そのナスっていうものは僕より年下だと思うんですよ、確かそう聞いてたはずなんですよ。だから1歳か2歳ぐらいの差だから、1997年8年9年ぐらいの頃ですよ。だからね、そのあ、ちょっと話ごちゃごちゃになってますから、先に和歌山県のそのリゾートホテルの方言っておきますね。あれ見た目で100億はいかないですね。なんかわけのわからん美術、何書いてるかよくわかんない。いっぱい置いてるでしょ。あんな1万円出してる。買いたくもない、そんなもん。1000円でもいいな。何を押し付けてんねんって、そんなもん。こっちがお金もらうんだったらそんなもん引き受けられへんぞ。普通はそう。あんなもんね、あんな絵画、枠ごと、10個、20個自分が家に持ってこられたとき、どう思います？そんないらんもん持ってくんなよって、ここ置いていく、何言うとんねんってなるでしょ。総工費400億円、絶対違う。だあの数字、多分いろいろこう、換算していったら、それ、元大卒出身者でね、大学生の方が偉いだろ、なんだろとか唱えて、上の方行った人間が、海外からの美術品とかをね、税金、だからもともと美術館は税金で作られてるから、税金で買い込んだその金額で、あんたこんな金額で買ったのっていうような、ちょっとその、もう1万円でも高いから。わかんない、もう、わかんない、もうこんなに世の中フェイクのニュースが多かったら、その辺の日本の美術大学生が書いたやつ。適当なもの。適当なものさ。飾ってる可能性はあるから、本当に本当に、あのムークの叫びって見て、本当にその時代の人が書いたっていう証拠なんかあります？それ写真とかじゃなかったら証拠にならないですよ。プラス文章で、さらに実印、印鑑、区役所に、まあ市役所、区役所に印鑑登録してる、印鑑登録証明書付き。無理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 。昔の画家貧乏だった？当たり前ですよ。あんな絵描いていて。みんな当時、昔からみんなあんまりお金持ってる人たちっていなかったんですよ。特に第一次世界大戦見たらわかるでしょ。いや、もう世の中がむちゃくちゃ、もともと。
まあ、ちょっと話戻しますけども、ナスカにね、その子役所のあの話ちょっとガーンって言おうと聞いて、隣でそのナス、ごめんね、もうやっぱり僕の方が一応先輩でそこで当たりだから、もうちょっとあのこんづけじゃとかさん なしで言っちゃいますけども、もともとそういうものだからもういいでしょ、お互いが良かった。ごめんね、その西本さんが言ってたから自然とそうなった方かもしれない。本当にこれもう全然笑い事じゃなくて、若い頃子供の頃に自分がどういうふうな話をしていたかで、世の中どうなったか、自分がどうなったかっていうのが分かってきたら全然笑い事じゃない。本当に。あと経済原理的にももともとそうなる、物理的にもって、それは分かる。いろんなところにそんなにショッピングモール作ったって、さっき言ったそんなに靴すり減る人なんかなかなかいないって。本当にそんなにしょっちゅう靴屋さん行く人なんかいないって今。もうちょっとね、もうちょっとね、いや、あと、その後、ちょっと、てんてんてんしておいて、ツーって言っときますけど、そういうような言い方、必要になったんですけど、もう絶対本当はそうだから、普通分かってたら自分が出店するとき、周りの環境を見に行きます。先に、現実を知ることの方が先、閉鎖されてるところいっぱいあるっていうところ。当たり前、店舗の数が多すぎるんです。人口、僕は生まれてくる前からずっと女性と男性の生まれてきてる人の数、これ、棒グラフはずっとほとんどの年こうなってるから、ずっと合併じゃない、それだったらって。誰、店出すなんか言い始めたのって。テレビ東京、一番よく分かってないことが、東京行って分かった。各テレビ局回って、テレビ東京だけめちゃくちゃものすごい豪勢なビルを、テレビ朝日との比較なんですけども、飛び抜けて豪勢な建物を作ってました。ただ、テレビ朝日がよそのどこかのこうビルとかを所有して、スタジオを持ってたら話別ですよ。もうそんなこと、自社の社員ぐらいしか分かんない、そこの関係者として働いた人しか。経済で世界中を困らせてきたテレビ東京が一番豪華なって思ってて、どないすんのと。エネルギーの残存量もない、入り口入っただけで全然分かってない。どこも、テレビ局に限って。上、天井めちゃめちゃ高い。冬場と夏場、どんなすごいエアコン使ってんのって。本当に。エアコン本当に使い、すごく、毎日ね、自宅にいて、エアコンを油断していて、すごく使ったとし、電気代の請求来たことびっくりした人いっぱいいたでしょ。万超えた人たち、電気代だけで。今、通信料込みとかになってしまった人が多いじゃないですか。もう、電気代だけで万超えた時に、エアコンってこんなに電気代するの？生活保護になってから僕びっくりしたの。嘘だって。もともと生活保護者、扇風機しかまず無理やんって、そんなにものすごい、もうどうしても本当にもうこれ無理だっていう時だけ、エアコンちょっとだけつけるぐらい、本当に。水のシャワー浴びたらよかっただけで、そこまでだったら。生活保護者だったら家にいるから。すぐにこうなるかな、つまりは。本当、めちゃくちゃ簡単。答え。はあ、昨年の夏場は僕、扇風機5回ぐらいしか使わなかったですよ。エアコン、オフ、コンセント。抜きっぱなしでぶら下がってるから。こっちのぶら下がるとこはこれぐらい気合い入ってますよって、そういうこと。まあ、女性は難しいと思いますよ、エアコンなしだったら。うん、もう男性で一人暮らしだからね、家の中で上半身裸でいたりとかしますけども。無理でしょう、女性は。家族と住んでいたりだとかしたら。うん、まあまあ、その、ナスクがその横で、ぼそっと、公務員の人に、まあまあ、言った言葉、今でも覚えてます。僕はこういうふうなことしませんので。違うから。足元開けといてもらおうか。みんな絶対、あれ、こんなにね、あのカウンターのところ、こんな距離にされたら、絶対みんな、つま先当たるでしょ。普通に、その、
急いで、特に急いで来た時、特にあの番号札で呼ばれた時とかね、たくさん人が待っていて、あ、早く行かなきゃなんないなって、全員のある人に限って急いで動いて、早く行かなんか呼ばれた。急いで座ったらガツンってこうつまずき当たるんで、しかも下のところ木の板にしときゃいいのに金属使ってるでしょ、だから で、また薄いから余計響くんですよ、薄いから。分厚い金属だったら、めちゃめちゃつま先痛い。もう区役所からしてることわけわかんないから、よく分かってる田舎の方の区役所とかだったら、そこは金属使ってないんですよ、足元。で、ちゃんと間をね、上げてます。テーブルの方だけこうちょっと出しておいて。それですよ、それ。ギリギリしていたみんな、それ。多くの人は、今までの人生、一回ぐらいはみんな、皆さんあったでしょ？絶対あるでしょ？全くない人は多分記憶を失ってるだけです。で、それは各自ご自分の努力でどうにかしてください。それぐらい、あるあるって普通の人だったら言えますから。ナス君とバーベキューコーナーでどのような話をしていたかは、ちょっと僕もよく覚えてないんですけど、本当に。そこそこ忙しい時期にね、来てましたから。あと、最初の方を撮影していた人、ガチンコクラブの網野選手ですか？元選手。一応、っていう声が聞こえてきています。こっちのアームレスリング、僕は力仕事別のところ行ってると、アームレスリングの方行って、なんか、日本一になったとか、その階級で。腕、ものすごいことになってたから、見ていて、そうなんだろうなっていうのは分かりましたけども、だいぶ、筋力つけたんだろうなって。ただ、後で思い出してみたら、その後ね、その建物の解体作業とかで、ハンマーでこう、土壁とかをこう潰していく、ぶち破っていく。あと、斧の方で木が出てきたら、斧の方で木を割っていくっていう建物の解体で、その方向に回ってくれなかったら、筋肉つけたのってあんまり 僕の場合は力仕事でその筋肉つきましたけども、だからやっぱり仕事でしてなかったら、そんな筋力量を長い間維持してたらしてたで、それはそれでなんか、変な人でしょう。エネルギーの残存量問題分かってたら。だから、あの頃ね、そういうことをしていたのは一体何だったんだろうっていうことに、多分、ほとんどのスポーツ選手はそうなると思いますよ。青江さんの言ってた通り、その一軒家ぐらいは、金属のね、ハンマー、GTO っていう昔のドラマでね、反町隆史っていう人も、僕と多分一緒に働いてたことある方だと思いますよ。ウルスラパークに一応制服着てきたぐらいかもしれませんけども、現場にちょこっと顔出してみたとか、だけかもしれないです。こう、壁をね、こう叩いて壊してましたけども。皆さんね、僕の家で、これね、粘土でどうにかするんですけども、これ、この奥ね、コンクリートっぽく見えますけども、土を固めたものなんですよ。だから、馬だったら、こういうふうに、今日は遊ぶ、吹いたはずなんですよね。吹いてなかったかな、まだかな。こういうふうに、水滴が1日でね、窓がくってつきますけども、ほぼ毎日吹いてます、冬場は。それがね、油断していたら、だから、あの会社の一月300何十時間の労働させられていた時、もう、水たまりみたいになるから、この辺。気がついたら、だから横、土だから、手前は、これは紙、木じゃないから、最初みんな 木と勘違いするから。水で土がだんだん脆くなっていって、そんなとこ僕なくったりしませんよ。ちょっと当たったけど、ボロって取れて、本当に。なんかこれ、亀裂入ってるわ、危ないわ。どうなってるのかなって、触った瞬間、
戻って取れて、そこから冬場冷たい風があって、これ笑いながら言ってますけども、これどうしたらいいんだろうと思って、もうあの、いやだから生活保護者だけどお金ないから、そこの公園で粘土買ってきてこれで塞いだんです。これで冷たい冷気が入ってこないようにしたんです。もうこれが本当、もうみんな運動部だった人だったらね、なんかもうハンマーで、あ、壁壊せるんだなっていうこともう分かったでしょ。なんなら放水してから壊します。あの大体本当は老朽化してる建物、あの外もね、あの土造りの家って結構あるんですけども、外から行ったらいい、雨に十分今まで当たってます、湿度とか。もう放っておいても壁剥がれている家、 JR のね、神戸駅から大阪駅まで新快速で乗っていて何軒か発見してびっくりしました。そこから洗濯物を干してたから、住んでるんやって思ってびっくりしました。いや壁が完全に剥がれてるんですよ。いや、あの僕みたいな、そんなちょっとだけじゃないですよ、1メートルぐらい、1メートルか1メートル以上、びっくりして、いやこの人冬どうするんやろって思って、いやね、世の中ね、想像以上にその厳しいのと、まあ本当の人口に関しては6000万人いるかいないかぐらいですね、日本。まあ6000万人も僕の見立てでは下回ってるんじゃないかなっていうところですね。で、ね、仕事の絶対数なんですけども、竹中平蔵さんっていう人が経済産業省の大臣のこの2002年サンプレス六甲に僕に会いに来て、まあ裏方でね、あの説明してくれたんですけども、まあ、正社員の数は2400万人台分ぐらいで、あとは非正規雇用の人たちの方が数多いっていうことを言ってくれてるんですけども、世界国勢税という国連の統計のデータで見てるんですけども、確かに正社員の数は2400万人分台で、非正規雇用の人たちが一番多い時で3700万人台なんです。おかしいでしょ、人口と考えたら。だって子供の人たちだって存在する。高齢者の人たちだって存在する。なぜか、商法で10年間は会社の記録を残しておかなきゃならないんですよ。で、非正規雇用の人たちはコロ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 職業変わってるでしょ。会社には働いていた人は、あの数は、だから10年間の間にこれだけの人を雇いました、1年間雇ったら雇用助成金がもらえますとか、1月に何時間ぐらい働かせたらだとか、そういうのがあるから、まあ、もちろん賃金の支払いとかもあってちゃんと記録を10年間は残しておかなきゃならないんです。これは商法で決まってるんです。だから10年間で従業してる正社員の人と非正規雇用の人たちがたくさん存在する。だからね、あの店舗がしょっちゅう倒産してるとこいっぱいあるでしょ。僕と同じくらいの年の人だったらよくわかるはずです。エコリラのところも店舗コロ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 変わってますから、何回変わったのっていうぐらい変わってます。っていうことは、どっからどこまでが正社員だったんですかっていう話になるんですよ。でしょ、最初にその職業を継いで最後までいる人って言ったら、もう大体もう経営者まで行きます。本当に。一般的な会社であれば。大体事業規模が、だから中小企業と言われても、その、どれぐらいで中規模って呼ばれてるのかよくわからないですけども、やっぱり100人以上ぐらいから中規模ぐらいの、その現実的にね、その時働いてる、その月って言ったらいいですかね、その社員さんの数が、それぐらいならもう中規模なんじゃないですか。500人以上からがだから大規模だから、500人未満だったら中規模なんじゃないですか。500人以上だったら大企業なんじゃないですか。本当にだって海外まで支店の数とか増やさなかったらそんな数ならないから、いろんなところで働いてみた。だからもうフルーツラパークで、だからナス君だったら分かると思うんですけど、働いた時にバーベキューコーナーでね、働いてた人たち、非正規の人たちは圧倒的に多かったでしょ。で、正社員の人の数は数人だったでしょ。で、4階事務所に正社員の人はまあ何人かいたと。まあその当時はホテルの方は
宴会場と、レストランは新エフーズっていうところが、運営していて、その下請けで人材派遣会社の人間が働きに来ていたと。正社員の人の数ってあんまりいない。で、あれだけの敷地の面積があって、で、働いている人の数があれぐらいしかいなかったから、やっぱりどこ行ってもあんなもんなんですよ。だからいろんなところで働いてみなかったら、なかなか実感が持てなかったりだとか、だからとんでもない政府というか、あれ何なんでしょうね、年報のニュース、おかしな。ヤクルトスワローズの村上選手は、年俸6億円ってあれ、どういう意味なんですかね。絶対渡してないですよ、1年間で年収6億円は。そんなことしたら即逮捕ですよ。だからヤクルトスワローズも税金でスタジアムを作ってるから、だから母体となってるところはもともと国鉄で JR で、まあ旧国鉄、国が運営してましたっていう形で、であとは民間という形に JR がなったと思うんですよ。それ、JR の登記簿買いに行ったら出てくるかどうか、見なかったら分かんないんですよ、本当に。民間だったかどうか。だってジャパンライナーでしょ、名前、名車だから。だから、日本語で国鉄、いや、だから国の鉄道、で、地方、ね、公共団体。地方自治法で地方公共団体のところを見たら、ちゃんと鉄道とかも輸送関係のところは地方公共団体っていうことで法律になってるんですよ。で、国の方では面倒を見きれないか、範囲が広すぎて、もうそんなにたくさん話持ってこられても俺らは無理だからっていうことで、もうこの部分だけ民営化っていうような形にしてたんですよ。で、6億円ってスタジアムの返済費のことなんですかね。僕もよくわかんないんですよ。それ計算の仕方なんかどうやって計算するんですって。安倍晋三さんでさえ年収が2400万円ぐらいだったらしいですよ。この年でそんなにたくさんもらってたら笑われますよって。ちゃんと言ってたところの映像は僕はちゃんと見てます。もともと総理の年収は4000万円台なんですよ。ちゃんとボーナスとかいろんなもの込みですよ。で、まあ、もともと総理は3割返納、大臣、副大臣が2割返納、政務官が1割返納、政務官も大体国会議員の人ですよ。まずそうです。で、まあ、いろんな委員になったりするんですよ。で、だから安倍さんの場合は、もう半分ぐらいにしたんじゃないですか。東京都知事の小池さん、あの人も神戸市出身の人ですけども、都政六法の方で法律作って、東京都知事、まあ、小池知事はね、給与半分にしますと。大体大臣と同格ぐらいの、年収です。ね、国会、普通の国会議員の人の普通の、もともとの設定されている年収が、まあ、大体2000万円ぐらいなんですよ。だから大臣とかが大体、3000万円台ぐらいなんですかね。まあ大体それぐらいだと思いますよね。まあ、これもあんまり細かいこと言い始めたらよくわからないんですけども、各都道府県知事も大臣と同学者なんですよ。あとは大きな会社の会長さん。で、所得税の、ローンのね、控除の仕方って1000万円が上限なんですよ。それね、もうそんなに、それ以上、もう、その方向に回せる人なんかおらへんからっていうことで、多分もう分かっていて、上限値が決まってると思うんですよ。で、商法一本化で生きてきた人たちで、いきなり事業とか、分からないんですよ。音楽業界の人たちとかで何か勘違いして、大きな家、自社の社宅で作ってしまいましたって、給与の算定表通りじゃないとダメですよって。会社に余剰金持っておかなきゃなりませんからって。すぐそこ、向こうになんか、そこからね、岡場じゃない、藤原台の、そこの、
レストランみたいなところの、その裏手のところにね、あの大きな一軒家があったんです。そこに浜崎あゆみと思われるものが出入りしていて、でその後、そう僕は言ってね、うん、この建物誰がどうしてるんですかって、働いた実績等によって給与の算定表の通りの支払い方が、まあ、ボーナスの限界値がね、まあ、大体 7.7 ヶ月分ぐらいですね、1年間で。だからいやだからあの販売価格はすでに決まっていて、みんなの財布の中身とか決まってるから、あんまり高い値段なんかで設定してももうお客さん離れていくだけだから無理あるんですよ、まあ、最初から。で大きな家建てて、いやその大きな家誰が住むんですって、固定資産税誰が払うんですってなるでしょ。で、暖房費とか、まあ、まあ夏はその扇風機で頑張るにしても、冬これ暖房費どうするんですって、一つの部屋だけ、まあ台所と自分がいる部屋は温めておかなきゃなんない、本当にこれ。だから僕もこっち行ったりあっち行ったりしてるから、その部屋移動してるからストーブ持って移動するんですけども、絶対そうなるじゃないですか。だから家大きい人ほど、だから昔からずっと言われているのは、大きな家に住んでる人は、まあ本当はね、住んでる人数見なきゃなんない。例えば5人家族だとか、もっと多いところは昔多い人、7人家族のところもいらっしゃったらしいです。本当かどうか分かんないですよ、それもテレビで見たから。ただ僕はね、阪神・淡路大震災の前の頃、神戸市兵庫区4丁目16の18、東山工房604、生まれも育ちもそこだったんですけども、そこで5人家族だったんですよ。部屋3つ。もうここと同じような大きさ。もしかしたらこちらの方が広いのかもしれない。わかんないですよ。もう感覚、一人でそのようになってるから、それだけで感覚広く感じますから。その、もう建物解体してるから、あれ6畳の間が2つと4畳半の部屋が1つだったかな。じゃああと台所で見たら、台所はこちらの方が広いのかな、どうかなっていうところなんですよ。だからまあまあなんとかね、5人家族でこうね、その無茶なそのこう、それをすし詰めっていう言い方もよくわかんないんですけど、誰が多分 ふざけながら言ったのか、なんだかよくわかんないんですけど、寿司詰めっていう言い方、それ なんか訪問する時のお土産、まあ来た方は交通費出してるから食事ぐらいは来てもらった家の人が作ってあげなきゃだと思うんですよ。じゃあありませんでしたっけ。そうでしょ、普通だってね、訪ねてきた人がその辺のスーパーマーケットに物買いに行って食事するかって言ったら、単に冷蔵庫の中なんか開けられるのみんな嫌でしょ。あれね、それされるとどうなるかって言ったら、僕も母親とね、食事を分けて生活したことがあるんですけども、食材買ってくるものバラバラになるでしょ。鬱陶しくなるんですよ、本当に。だからもともと家事は誰がするかっていうのを固定しようがなかったらややこしいことなんですよ。これ仕事場でももうみんなそうだったでしょ。家事二人でし始めたら大変なことになるから、することをどちらかが床掃除とトイレ掃除はだ、例えば、男性がするとか、共働きの家の人はね、でそれプラス風呂掃除するとかで、食事は、嫁さんがするとか、そういうふうなことをね決めておくんならわかるんですよ。だけどもそう、あのどちらね、家の用事をしていて、で、主婦は毎日仕事をしているようなものだとか、そんな話を し始めて、まあ、なかなか普通の家ないと思いますよ。みんな一回それして懲りるはずだから、両方が買い物とか行き始めた。どうせ食料腐らせたりするから、食材の管理とかも覚えなきゃなんないことが増えるから。なんかね、今、君が入院とかいう声が聞こえてきましたけども、ね、それはね、その人が、佳子さまが淡井圭介に対してどう言ってるかっていうことを聞いてない人間の身勝手な推測
90番皇室へのメッセージで、皇室の方たちが淡井圭介の心の声とかに対してどういうふうに返事をしているか、基本的に僕は自分の名前を名乗らなかったら心の声も届かないんです。で、相手が何を言ってるかっていうのも聞こえない仕組みになってるんです。コンピューターでそこまで設定できてしまってるんですよ。それも未来の人の言葉を優先にして生きてるのかな、何なのか、コンピューターが稼働してるのか、もうここからしか分からない。だから本当は人間同士がしっかりと会って話し合うっていうような形で、で、正直女性でも未だに髪の毛染めてる僕と年齢近い人たち、もっと言うと年上の人、声なんかかけない、そのおかわりで。分かったけど、この間元報道ステーションのアナウンサーの竹内恵美さんっていう僕より一つ上の人だと思うんですよ。思うでしか言えない。運転免許証とか身分証明書を見せてもらったことなかったと思うんですよ。あったとしてもそれはそれで記録つけてなかったら無理だから、あんな数たくさん来られたら、何から何までいろんな業界、スポーツ業界から何から何まであんな数無理。あと議員さんとか経済界の人たち含めて、それプラスこれから先々活躍していく人で、それだけ1000人以上来てるから、無理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 。名前と住所で電話番号くんの千人以上、あんな仕事で頑張って働いてきた後、家帰ってこんなことしてたら、それこそ頭おかしくなる。もういろんなことで気持ちがない、無理やわこんな話って、これで撮影行かなあかんとか、そんな話になるよってどう思う。それでその話を聞いて、那須君たちはそういう仕事を手に入れたか、自分たちで自主的に撮影行ったかのどちらかだと思うんですよ。それはさすがにその距離は交通費出してもらわなかったら無理でしょう。広島県行ったり、長崎、岡山県行ったりとか、あと他東京都の県とかに行ったりとか、まあ都道府県含めですけど、もうそれはもう交通費会社から出してもらわなかったら絶対無理でしょうから、それ実費でしてから耐えるところじゃなくて、たまるのに一体何年かかんねんっていう話。ある程度は絶対手元にその次の生活費とか引き落としがあるから、10万円以上は絶対口座に残しておかなきゃなんない。本当に本当に本当に絶対本当に何があるか分かんないから。それこそ阪神淡路大震災を経験した僕は言ってるんだから、財布の中にもある程度現金のお金を入れておかなきゃなんない。停電になったら電子マネーなんか通用しないんだから。じゃあ窃盗犯になります、人工衛星から電波で攻撃されたらどうします。もう今次回が来た、次回耳鳴りの方ね、え本当に人権から何から何まで電波での連続攻撃は禁止されてるでしょっていうことをね、条約で禁止されてるんですよ。強いて言ってきてる世界のルールは法律だからこれで合ってる、正解。強いて言った人間が悪い人、強いて相手黙らせたらやりたい放題できるでしょ。かといってだんまりでそのままにいる人も問題ありでしょ。ただもう竹内恵美さんが髪の毛で金色と銀色の間の色に髪の毛染めていて、まだ耳に余計なものをつけてる状態で足組んでこうやって結構携帯して相手一人だけど、なんかもう関わったら余計ややこしいことになるような気がして、どうしようって。またちょうどそのタイミングでね、ちょうど電車に駅が来て電車から降りてくる人たちがたくさん出てきてる方、どこの誰がどういうふうな誤解を言い散らかすか分かんないから、僕も声かけるにかけれないんですよ。で、結婚希望相手を固定しなきゃなんない話とかあったから、僕もそれも公表してるんですよ、ずっと何年も前から。それでもみんな潔い対応っていうのを誰一人しない、本当に電話をかけたりとか。で、結局未来からの時間軸の声かけに関してね、テレビを公にしていれば能登半島の人たちも死者の方だ、本当はほとんど出なかった。まあ出るとしたらもう意地張って、かその話を、信じられなくて、もうテレビ局のどうせ嘘だよ、もう俺も信じないからとか、私信じないからとかで家に残っていて地震とかで潰れてね、下敷きになってしまったりだとか、まあ、何が悪いって、もう本当にテレビ局が悪いから、2社2社合併、フジテレビと朝日放送で、あんまテレビ朝日で TBS と読売で、夜中と明け方の番組をバッサリなくす、
で、テレビ東京、日経系列、日経新聞系列は、各地方のテレビ局と合併。それしておけば、その地方のテレビ局の範囲内で、例えば関西だった阪神タイガースの試合があったら、そのね、もちろん全国放送とかもあったら、その時の順位によるんですよ、それ諸事情ありで。だからもう、昔の阪神タイガースの事情、最下位独走の時。それ、ホンダのツーサイクルエンジンと同じ。もう後で分かった。だから、多分僕を中心にしていろんなことを組み立てられていて、ホンダのツーサイクルエンジン、NSR の 250cc のバイク、8万円か9万円で売ってあげるの話で、買っちゃった方が僕も安かった。原付より安いやん。食いついてしまったもん。もう、第三者から見たら、この人の方がしてることおかしいだと思うんですよ、本当に。だから、ツーサイクルに関して、だから、阪神タイガース6年間をね、ワンシーズン、だから6球団あるから、セ・リーグ、パ・リーグも6球団。だから6年で、ワンセットの年だと考えたら、最下位、5位、最下位。これをワンサイクルやられて、もうワンサイクル、ツーサイクルやられてるんですよ。こんなひどいいじめありませんよ。ね。で、他の球団。日本一とか、セリーグ優勝。もうセリーグ優勝の話にまた絞ったら、他の球団の方が絶対悪いの話になるんですよ。あの人がないと、あの巨人の大技は止められないっていう。昔の V9、9年連続日本一ですよ。よっぽど悪いことしなかった、そんな風にならない。これ、電波とかで他の人から頭の中とか、強引に力づくで搾取してたらどうします？搾取された人、能力的に下がるから仕事場でやっぱりヘマとかして叱られるでしょ。別に悪いことしてなくて頑張って仕事してるの。そんなかわいそうなことじゃダメですよ。人権違反だ。黒人初の大統領オバマさんの話忘れてるっていうことになるのと、それと未来の時間軸の人も淡井圭介ホームページの淡井圭介の履歴を見てどういうことになってたかっていうことをしっかりと理解すること。未来の人に全ての優先権があるんじゃない。全員、今を生きなきゃならない。今が大事だから。未来からどんな情報が聞こえてきたとしても、今を信じて生きていくしかない。何が良くて何が悪いかっていうこと。しっかりと僕はね、僕だからこそ言える範囲でね、投資の仕方に問題がありますって、その株高ね。旧皇族武田家の武田恒也さんも株買ってる方だらしいから。そこまで言っていいんかって言ってましたからね。ダメでしょ。一番僕は懸念してるのは、東京とか大阪とかあれだけ高いビル建てられたら、もう誰も、もう数える気にもならないでしょ。多すぎて。東京なんか12階建てのビルが小さく見えますからね、もう随分前から。人口、大嘘の人口なのにですよ。だからあの時に2社2社合併して、さっき言った形でテレビ局も合併して、ラジオ局も。ラジオ局なんかずっと赤字ほとんどのところが。ずっとお荷物。もう普通に考えたらわかります。ラジオ聞いてる人なんかほぼいません。率で見てね。で、放送するもの本当にあんまりないですから。テレビ局も。その頃、僕が二十歳ぐらいの頃に、まあ、まだフルーツラパークにいたから、1999年か1998年の頃に、日本テレビ放送も株式会社のゴールデンタイム7時から9時まで、まあ、17時から21時までの間で放送された内容が、人間はエネルギーがね、底尽きて、物資の運搬とかができなくなって、餓死していって、で、
建物を解体するだけの余力もなかったから建物からだんだん草とか木が生えてくるっていう、そういう映像。あそこは日本だけじゃなくてアメリカと組んでコンピューターが考えた結果でそれを放送してるんですよ。多分アメリカと組んで、だから もしかしたら国連かもしれない。今までの状況を見てどう思うかっていうこと。コンピューターの。コンピューターの、未来予想図。ただし、今の状況で考えると、その当時から僕は言ってたんですよ。バイデンにしたらいいって。何か話しなかったらみんな何もしないでしょ。ソーラーパネルを購入したりだとか。だからよくよく考えたら、あの時は僕が二十歳ぐらいの頃に河川水門開閉式、地下水流ストレートトンネル回転扉式発電をね、設置しておいて、だ水を溜めてしまえば、ほとんどのところは、ほとんど傾斜ないんですよ。すごく奥の方まで水貯水できるから、リットルで換算すると、億単位。10億超えるところは超えます。琵琶湖は全然桁違いですわ。あれはもう単位トンで275億トンですから、貯水量。で、もう何回か見に行ってるか分かります。雨がいつどれぐらい降ったかとかね、そういったことで。もう絶対できる。あの日本海への、地下水流トンネル発電。回転扉式のものを、ずらーっとなる、たくさん並べていく。まあ、基本的に、20センチ ×20 センチと1メートル ×1 メートルで、たくさん電力を使用する、夏場と冬場をメイン。で、もちろん、琵琶湖に流れ込んでくる河川にも、最初から水を貯水しておきたいから、そこも河川水門開閉式の発電を設置できそうなところは設置する。で、地面の底を、河川の底をコンクリートか、それをすることによって、水の量全然変わってきますから。そこに抜けてるところは抜けてる。で、中は空洞化していく。重力は下に向かって動いてるから、地震とか発生したら、岩壁地帯でも、だんだん亀裂が入っていって、だんだん中に水が染み込んでいって、そこに、その、砂とかが流れてきた時にね、こうちょっとずつだけども当たって削れる。本当に少しずつ。もう自分の指でこういうような隙間で表現できないような、その、もう埃みたいなね、なかなか目で確認できないぐらいの埃ぐらいの単位で、その、削れていきますから、大雨降った時なんか、そこそこの、これぐらいの位置とかはもう転がってるから、その、河川の中で、動いてるから、まあ、河川の大きさとか水量とかその時の流れとか傾斜によるんでしょうけども、これぐらいの位置とかでもやっぱり流れるんじゃないですか。だって人間が膝元30センチぐらいでね、そこそこの勢い、時速流れてくる水の勢いが30キロぐらいですかね。まあ足元なんですけども、一応流し込んあのガシャってこう倒した時の水の量は1トンぐらいの水の量だったと思うんですけども、人間は吹き飛んでいます。なんかもうそれは東日本大震災を見たら分かる通り、家が流されてるじゃないですか。バキ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 ってものすごい音が鳴って。だからそれを見た時に水の方が圧倒的にパワーがあると。で、ギア比で回転扉式でね、回転扉にこだわるのはなぜ水車じゃないかって言ったら、それを中心のシャフトを縦にしてるからなんですよ。それが支え棒、支える柱になってるんですよ。だからその辺のところは、まあ、鬼滅の刃の柱だとかね、そういうところで柱が重要っていうような形の話になるんですけど、まあ、これは家の建築でもそうですし、まあ、ほとんどのところは木の柱で十分に、建物は作れる。で、高いビルなんかずっと人口を減っていって、空き家はね、もう1000万件超えてるのに、ほとんど解体しなくて、解体対象以外の建物ですよ。それがもう1000万件超えてるみたいなんですよ。ずーっと高いビル作り続けていたから。空き家。だから三宮の北部のほとんどのところのビルは空き家。買い手がいない。当たり前。そんなにすぐ家なんか売れない。生まれてくる人。だって神戸市の範囲。皆さん、こんにちは。愛圭介です。本日2024年、3月22日16時48分。ちょっと動画がね、途中で、容量が足らなくなって、何でしたっけ、情報力の方たち、いや、ひとまとめにして、僕のホームページからアクセスできるようにして、まだナンバーはつけてないんですけども、行政や建設業界の人たちがやらかしてしまったこと、まあ、しでかしてしまったことっていう欄、そこのところから、まあ、他にも、
まあ言ったかもしれませんが、昨日も言った内容もう忘れてるんですよ。もういろいろ絡んでくる連中がいるから、それいちいち撮影して警察に通報した内容も、あ、それ録音、録画録音して、アップロードして、世界に対しても SOS、これ、こちらの状況がどういう風になってるかっていうことを詳細伝えなかったら、世界から見たら勘違いされるでしょ。彼ずっとサボってるんじゃないかとか、そういう風に。だけども、もう海外のどこの国ももう分かってくれてるから、それ、テレビ見てるとき、プーチン大統領とかがこう、通ってるときに、ね、絡んでくる連中がいたら、他の番組でも同じ、なんかもう喧嘩打ってくるようなこと言われたら、腹立つこと頭なんか考えちゃうでしょ。口の悪いこと、伝わるか、しかもなんでプーチンだ。翻訳して伝わってんの。です。こちら YK ですけど、絡まれていますって、それで OK って、プーチン大統領もすぐ返事してくれるんですよ。短く。そうじゃなかったら、いろいろ誤解が、だからもう、わかんないですけども、一番最初の、第一次世界大戦と第二次世界大戦あったでしょ。一番最初に、その国際連盟とか国際連合って、最初の頃の白黒のテレビって、工場者の人しか持ってなかったじゃないですか。だから政府上層部の人間とか。誰かこう頭の中で考えてること伝わるっていうこと気がついてなかったって人間の髪型り的な力だけの方でコンピューターの世界としてどうなったのかわからないですよ。電波の世界でいろんなことがある程度の段階で多分できてたでしょうから。一説によると第二次世界大戦でジェット戦闘機のようなものは作れるのは作れたらしいですよ。だけどもそれするとガソリンが大量に消費するからプロペラ機だったらしいですよ。まあ、そちらの方、まあ、先ほどの行政とか建設業がやらかしてしまった方のところなんですけどね。まあ、そちらの件とか見ていただいたり、ホームページは IKスクネキの一番で、まあ、アップロードしてる内容、特に2024年の3月。まあ、それ見てもらったら、天気とか気温がどうなってるかっていうところも。普通にカッコさんも僕の家来てくれたらね、話簡単だったのに。はっきりしてる。2月14日、そう、バレンタインデーなと。それ、佳子様へのメッセージとか、なんか他人事だと思うでしょ。それも見とったらだんだん、腹立つか笑うか、どちらだったと思いますよ。もうね、だからまあ僕は撮影しに行ってるところ、まあ、丸山のところは、まあ、ジョーブログさんの人たちは撮影してくれてるじゃないですか。で、僕は日踊り越えの駅から降りて撮影して回って、建物を解体しなきゃならないところと、河川と、プラス、やっぱりオートバイが置きっぱなしっていうところ、オートバイ屋さんが潰れてオートバイ置きっぱなし、あれね、もう何十年も前から見かけてるから、あそこはもう絶対潰れっぱなしですね、まず間違いなく。採算性が最初から合わないっていう、そう。打った後、もうどこも打った後だからもう儲からないの。で、もうさっさと倒産してくれたらいいの。エネルギーの残存量問題。もう神戸市なんかみんな歩いて、電車バスの方で歩いて、もう大体の人、もうほとんどの人は行けるから。もう杖ついてる人じゃなかったら。で、杖ついてる人はもう自分の家の近くのスーパーマーケットとかそういうところの範囲までで行動するから。何かこう行政に動いてもらわなきゃならないこと、こう撮影にしに行ったりとか、まあ、体力ある人がね、しっかりと、自分たちの街どうなってるのかっていうのを撮影して、で行政の方に、ね、金属回収地点っていうこととかで、まあ、動画上げてもらって老朽化した建物、もう神戸市全部でも僕一人じゃ無理ですよ。どうせ、サンダの方が近いからサンダの方行きたくなったりと。もうどうせ、ある程度撮影者が、大体分かってる。ウッディフラワータウンに関しては、あの辺は、当分大丈夫。サンダ駅の周辺とかだから、あとは、その河川沿いに沿って、その周りも大体撮影してる。金属めちゃくちゃあったわ、っていうことになった。かまど発電。僕、だからかまど発電、早くしなさいって言ってるのに、行政全く動かない。もう自民党とか公明党の文句、もうみんなが言ったらいい。ただ安倍さんは安倍さんで頑張ってくれて、あれだけ外交一人で攻め込んで、国会は国会で攻められるでしょ。いろんな人たちで、総理が。みんながもう総理で攻めてくるでしょ。各担当の大臣が自分たちの管轄のところは絶対死守しなきゃなんないんですよ。そこで失敗したらあなたたちの責任ですよ、にしておかなかったら、総理が外交全然進まなくなるから、だからまあまあトランプさんにね、まあ北朝鮮と、
まあ、韓国両方の大統領に、まあまあ、北朝鮮のは、書記長でしたっけ、書記長になるんですかね、まあ、世界各国によって、まあ、一番上が大統領だったり、日本だったら天皇陛下だったり、まあ、中国だったら主席だったり、国家主席だったり、まあ、名称がいろいろ違うんで、まあまあ、難しいところは、その大統領がいらっしゃって、ヨーロッパの国でね、2番手が首相っていう立場の人がいらっしゃると。で、もっと遡ってみたら、皇帝がいたって、皇室があったっていうね、まあまあ、皇帝の一族もまあ皇室でいいんじゃないですか。よくわかんないですよ、もう。その辺のとこ、まだ、だからもう王族と、まあ、まあ、王族、まあ、イギリスとかですよね。で、皇室、まあ、皇帝とか、まあ、そういうところは、同格みたいな扱いで、まあ、大体物事動いてますね。まあ、ある程度、その、相手のね、立場を、まあ、まあ、わきまえてというかね、もうこれ、もうどちらがいいかね、あんまり細かい、その顔のこととか言い始めたら気にないかな。ごめんって言った瞬間相手の方が顔を潰されてるケースがあるんですよ。でそれまでその人がどういうふうな話をしていたかとか、ちゃんとルール法律の人なのか何なのかっていうところが影響してるのか、その人が心の中でどう思ってるのかとかいうのあるんですけど、変でしょ頭の中でごめんっていう意味を御所とかの丁寧な言葉でね、そちらのおっていう言葉あるじゃないですか、御所とかの。それプラス、免じるの面で、ごめんなんですよ。ますます意味わからなくなるでしょ。謝ってるのか、謝ってないのか、よくわかんないでしょ。ややこしすぎ、海外で漢字見て、日本語を覚えたくなくなるの、ほんとよくわかります。日本人からしか答えがないから。まあ、とにもかくにもね、まあ、僕のホームページ見てもらって、今日もね、ホームページ IKスに3月20番にね、撮影した動画、まあ、ある程度コンパクト化して、動画アップロードしてるんですけども、それ見てもらったらわかります。もう昼過ぎぐらいからもう雪降ってましたから、3月下旬ですよ、今。ありえへん、こんな夜中、本当に。で、今な、まあ、なんとかちょっとだけね、まあ、雪。で、一応まあ、日はね、ちょっとだけはもう、まあ、ちょっとだけ空は晴れてきてる。まあ、どうしてもね、さっき誰か人歩いていたから、ちょっと気になるか、一応見てみるか。この距離だから正直わかんないですよ、僕目悪いから。わからん、この距離絶対無理。正直ね、2、30メートル離れてる人の顔なんかわかります？わかる人いないでしょ。また普段とね、テレビ出てる時の髪型と違う人とかね、絶対無理でしょ。で、僕は僕で結構ね、経済的に困窮者だから、その、生活保護だから。髪の毛急に短くしたりしてるでしょ。なんかそれはそれで分かりにくいでしょ。まあ、そういうことです。まあ、まあ、ナス君お久しぶりぐらいにしておきましょうか。もうなんか皮膚も。ね、昨日の場合は寝不足じゃなかったんですか、まあ、まだ分かんないよ。まあ、とにかく今からエクスポートします。以上です。